皆様、こんにちは。浅草のしさです。いつもご覧いただきまして、どうもありがとうございます。私にとって重要な告知がございます。2023年、今年の2月からですね、定期的にライブをしていきたいなと思いまして、今までずっとこういうことをしたいなと思っていたんですが、行動しないと、どんどん年月が経ってしまうなと思って、もう日にちだけをとりあえず予約させていただきました。日にちを申し上げますと、2月の18日土曜日、こちらは秋葉原のやきもちという、落語ライブレストランなんですが、こちらで、第1回、6時からを予定しております。そして2回目、2月の23日、すぐなんですけれども、間空いてないんですが、23日の祝日の日、こちらは吉原の、ザ・ミカサで、単独ライブさせていただきます。こうやって日にちを決めてね、やんないとダメだなと思ったんですが、いや、浅草のね、若菜さんっていう、新しい地方さんがいるんですけども、もう彼女はもう、キャリア採用で、私より少し年上なんですが、笛の名手でして、本当にプロの笛吹きの方なんですが、他に、三味線も歌も得意で、で、その方がライブをね、いつもカフェライブみたいにやってらっしゃるんですよ。すごく尊敬して、いや、私見に行ったことはないんです。なんでかというと怖くて、しかも彼女も多分私が来てたら嫌かなと思って、見にも行かないんですけど、でもそういうことやってるっていうことがすごいなと思ったんですよね。また、以前からこう、座敷一人で呼んでいただくときとか、何やったらいいかなと思って、あと私の話し方ですよね、低いし、通らないので、何を話してるかわかんないってよく言われるんで、そういうことを変えていかなきゃいけないなと思ったんですよ。で、活躍というか活動の場も、広げていきたいですし、で、あとは洋楽のミュージシャンの方って、割と小さなライブハウスで一人でライブやったりしてるじゃないですか。まあ、洋の東西を問わずね。で、そういう方にちょっと話を伺ったんですね。いろんな、例えばテレビだとか、ステージの仕事でね、後ろで弾いてる方が、お金が入るのに、どうしてライブやるんですかって伺ったら、いや、そういうことを、お金のことじゃなくて、そういうことをやって自分の腕を上げていかないと、プレッシャーかけていかないと腕が上がらないからっていう答えだったんですよ。私もお座敷でね、まあ、いつものようにお呼びいただいて、まあ、10分ぐらいね、こう踊りの時間があって、で、あとお酌してお酒飲んで、で、そのずるずるとその後もお酒飲んだりとかしちゃってたんですけども、しちゃってるんですけれどもね。でも、そういうことをやって、自分にプレッシャーかけていかないといけないなと思ったんですね。で、今度、また1月23日にも、清本の演奏会があって、で、そこで、図らずも、盾ですね、歌わせていただくことになってしまったんですけれども、そういうのもやっぱりずっと、それに向けて稽古っていうんではなくて、日々稽古してないとできないことだから、まあ、そういうふうにいろんな稽古を積んでいなきゃいけないし、その発表の場がないとね、やっぱりこっちもこうふっとこう踏ん張りがつかないというか。で、ちょっとこの間の清本の合わせの時に、その23日の合わせの時に、あら、これかなって思ったちょっと瞬間があって、歌舞伎の舞台見てた時に、いつもお稽古場にいる清見太夫さんっていうすごい上手い、私の師匠の息子さんなんですけど、なんか歌い方聞いてて、あ、こうやって本番だとこうやってやるんだよなと思って、なんかちょっとこう感じたことがあったんですよ。で、ちょっと今日じゃないよ、この間の合わせの時に彼のことを思い出して、ちょっとやってみたんですね。ただ師匠にも何も言われなかったので、まあこれでいいのかなと思って、まあ褒めはしないですよ、師匠っていうのはね。でも、注意されなかったから、あ、じゃあこれでいいのかなと思ったことがあって、ちょっと今度23日の、この清本の会で、
試してみるというか、もう発揮してみようかなと思って、そのやり方をね。で、それってやっぱりチャンスがないと上がっていかないじゃないですか。でも、美人薄命だからそろそろ危ないと思ってるんで、いろいろやっていかないとね。もうすぐ50になっちゃうし、やりたいと思ってたことはどんどんやっていこうと思いました。なので、まあ、今のところね、お弟子さんにご連絡したら、まあ、2人ずつぐらい来てくれることになってて、まあ、お客さんお2人でも5人でもやろうと思ってね、お金のこととかじゃなくて、ただそう、お店にね、儲けにならないので、お店に迷惑がかからないようにはしたいなと思ってるんですけど、まあ、そういうことですので、もしお時間がある方は、ぜひ、私にというよりお店を助けると思って、で、ついでに歌なども聴いていただきたいなと思ってます。ただ1時間とかさ、どうやって持たせたらいいかなと思って、ちょっと今悩んでるんですけど、いろいろアイデアはあるんですけど、ちょっとやってみたいなと思っておるところでございます。ではですね、で、ちょっと思ってるのが、23日の、吉原の時は、ワークショップもやりたいなと思っていて、何のワークショップかっていうと、三味線の袋、中、内袋って結構破れちゃうじゃないですか、三味線やってる方わかると思うんですけど、和紙の袋ね。あれを作るワークショップを同時開催したいなと思っていて、ライブが終わった後ね。なので、材料とか持っていくので、もしやりたい方いたら、ただね、料金ね、これいくらしようかなと思ってて、これもね、やきもちさんのは多分1万円前後になると思うんですよ。で、ザ・ミカサさんの時にお食事つけるかどうかとか、まだもう全然そういうこと考えてなくて、ちょっと社長さんと一緒に、そこのミカさんの社長さんと一緒に相談していきたいかなと思ってます。やっぱり両方の値段を、例えば、ミカサの方を安くしちゃったりとかすると、やきもちさんの方でね、来たいっていう人も来られないかもしれないし、どうしようかなと思って今検討中です。では、そういうことで、すいません、長くなりましたが、今年半分、もう1ヶ月半分過ぎちゃいましたけど、いい1年にしていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。